はい、どうもゆうちゃんパパでございます。さあ本日もねストリートファイターデュエル無課金実況やっていきましょう。本日ね10月の24日木曜日なんですけれども、まあ今は私ね大阪に住んでるんですけれどもね、なんかもう夕立で雨めっちゃ降ってきて、もうなんかやる気ないやんけこれみたいな感じでございますけれどもね。私ねちょっとね、まあ不動産もやってるんですけどね、まあリフォームのね会社もやってまして、まあそこでね、ちょっと今外の現場とかね請負いさせてもらってる、現場があるんですけどもね、ちょっと雨降ってきてね、ちょっと職人がねどないしましょうみたいなね、連絡がねめっちゃあって、いやーまあまあちょっともうバラそかみたいな感じになってね、これからちょっと職人とね、飯食いに行くっていう形になってるの、お前の話聞いてへん言うてもね感じでございますけどね。ちょっともう雨嫌ですね。いろいろね予定狂いますからね。まあ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 ね、9月10月はねしゃあないかなというところではあるんですけれども、まあまあちょっと気分ね、転換にねちょっとまあまあ今から飲みていこうかなと思ってるんですけれどもね。その前にちょっとストーリーのね撮影をしております。いや知らんちゅうでね感じですけれども、ストーディーの方に関しましては、まあまあ、何のこっちゃない、何もね、新しいイベントが来てるというわけではございませんでして、まあね、このゴーケンちゃんね、ゴーケンちゃんがやってくるっていうね、動画の方はね、ちょっと以前ね、お出しさせていただいたんですけれども、このね、デイリーミッションをね、やっていただいて、まあ、チケットをね、頂戴してというのが、やってきてるというところでございますね。まあ、正直ね、まあ、強いかどうかっていうのもね、いろいろね、ワールドチャットとかね、めちゃ、ツイッターの方でもね、飛び交ってるんですけどもね、まあまあ結構強いんちゃうかっていうね、お声も結構多いのかなと思いまして、まあ結構シャドルシティとかでもね、豪気とね、ついで、このね、選択できる感じになってるので、まあ、めっちゃ強いんかなというようなイメージはしてはいるんですけれども、はたまたね、どうなのかなというところではあるんですけれどもね、ただね、まあ私の方ね、ずーっと言うてるんですけどもね、運営さんよ、ちょっとね、まあ、このチケット制度ね、やめてほしいよね。まだね、ちょっとチケットで来るっていうね、ことはもちろん出てないですけどもね、ほぼほぼね、これを配ってるってことはね、いつものゴーキちゃんとかと一緒で、常備のね、ここですよね、このウィッシュリストの方でここで変えていただいて、常備のこの限定召喚で、できるというような感じだと思うんですよ。なんですけれども、まあ今ね、370枚ぐらいしかないので、やっぱりね、無課金にはね、ちょっとやっぱりね、ちょっともうきついんですよね。苦しいような感じになってるんで、運営さん、ほんまちょっとやめいいっていうね、もうチケットやめいいっていうね、感じでね、何回も言ってるんですけどね、ちょっとタートルズのね、コラボぐらいからずっと言ってるんですけどね、全然直してくれへんから、もう運営さんね、ちょっと舐めてんじゃんかな思ってね、ほんま。もうって、もうまあまあ、確かにね、まあ無課金がね、相手にね、やってるゲームじゃないとは思うんですよ。確かにね、これ課金をしてもらって、まあ、運営っていうのをね、こう、していくっていうのがね、まあまあ、別にこのゲームだけじゃなくてね、お金っていうのをやっていくっていうのがもちろんね、まあ、わかるんですよ。まあ、その通りだと思ってはいるんですけれどもですね、とはいえ、無課金でもね、やっぱりこう、遊べるようなね、ゲーム作りをね、配慮してほしいなというふうにはめっちゃ思ってはおりますのでね、これ直らへんのかな、これこの限定召喚のチケット制度ね、これほんまいらんわこれマジでこれマジでね、これもうね22万ぐらいダイヤ溜まってんやけどわしみたいな、これなんで使われへんの、これ意味分からへんマジでほんまに。これちょっとねマジでなえるんすよねこれほんまにね。同じような形でね思ってらっしゃる方ねめっちゃ多いんでね、この動画出すとね、いやもうほんまめっちゃ分かりますっていうね、コメントであったりとかね DM むっちゃくるんで、やっぱり皆さんねやっぱ思ってると思うんですよ。課金するときもね、別にダイヤでやって足りひんかったら課金するし、そっちでね、なってるから、ちょっとほんまね、課金欲をね、煽りすぎてんちゃうかなっていうね、感じでございましてね、まあ今売り上げもめっちゃ下がってるみたいなんですけどね、でもそんなするから下がるんですよね、ほんまに。普通の通りでええんよ。ダイヤで回すパターンでええんよね。このダイヤの価値そんな下げる必要ないから。これほんまちょっと頼んますわ、運営さん。もう何回も言ったんだこれもね、これ出るたんびに言うたろう思ってね、まだ確かに確定じゃないですよ、まだここで出てくるっていうと確定ではないですけども、ほぼほぼ確定やんみたいなね、ゴーケンじゃここやんみたいな、ゴーケンは強いからね、まあとりあえずトリプル S キャラぐらいの感じのね、イメージだと思うんで、なのでね、まあまあちょっとなんとか使いたいなと思ってるんですけどもね、ちょっと無理なんよね、無課金とか微課金の方にはね。ちょっとその辺をねほんまに改善せへんかったらね、引退者続出するよ、これ、ほんまに、マジで。
ほんまちょっとええ加減さなあかんよというね、感じでございます。はい、それ以外には特に何も来てへんかな。この辺、あ、これか、これまでやってんのか。いけい、運命のルーレ、ヘイ回して、うるさい言うてんの、これ歌っといて、歌っといてね。だなたなたた、1と2と1と2で誰が1に、1にって何したのか、次2ちゃうか、これ1に、4やん、もう歌わせろよ、これ。何やそれ。最低、1とかもうええねん、これ。何か1が出んねん、今日3回1やで、これ。おい、バイだ、2って。いや、もうだから1に、1にって、いや、もうちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん。せい、だから、だからロンリロンリン切なくてとかって誰がわかんねんこの歌。いやもうなんやねん、これ1ばっかりや、これもうほんまに何してくれてんねんこれ。オートレベルアップとか、まあ演歌この辺とかね、まあまあまだねちょっとこれね取れる段階ではないんですけども、まあこれね、まあ無課金で一体ね取れる感じになっておりますのでね、まあ3日目を迎えて63枚ね、うん、12日間でね、まあ252枚かな、取れるっていうね、あの計算のもとでね、無課金でもゲットできるって感じなんですけども、ただねバルログねガチで育ててるユーザーさんからね、もうこんなうねこれ配ってくんないこれほんまみたいなね、ちょっともっと言ってくださいみたいな感じでね、動画の方開けてくださいみたいなねDM めっちゃ来ましたけど、めっちゃっていうか一通だけですけどもね、来ましたけどもね、でまあまあソシャゲあるあるですよね、限定召喚とかでね出てきたやつがね無料で配られるっていうね、時間が経てばね、うん、まあそれしゃあないかなというような感じなんですけども、もうちょっとね強いキャラにしてほしかったなっていうね、心の声が私の方で漏れておりますという感じですね。まあまあしゃあないかな、だってまあまあ弱いもんね、うん、しゃあないしゃあないというね感じでございます。それとですね、まあ私の方がですね、このショこれね、35の3で34のね、40かな、クリアしましてね、全然クリアできひんかったんですけどね、んまあ、なんかポチ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 やってて、ね、車運転しながら止まるためにベーンってやって、ベーンってやってね、やったら、なんか KO とか言うとったから、あれ、買ってるみたいな感じだったんですけど、ありがとうございますみたいな感じで、ちょっとね、あのシャメとか取られへんかったんですけどね、ちょっとね、34の40クリアしてね、35章の方にね、突入しておりましてね、まあ、無課金最強という形でね、ゆうちゃんパパやっておるんですけれども、まあ今日はね、まあまあイベント中日っていうかね、まあイベント、そんなイベントというほどのものではないですけどもね、中日でございますので、なんもやることございませんので、まあまあちょっとチケット制度についてね、またもやちょっとね、クレームっていうかね、我々ユーザーのね、美課金、無課金のね、ユーザーの声をですね、代わりに、あの、運営さんへの代弁をさせていただいております、というね。という感じでね、ちょっとまあ暇なもんですから、そしたらちょっと対戦動画行って、今日は終わっていきましょうかね。そしたらね、初めてのリーパーさんね、まだね、対戦させてもらったことないんですけども、沖縄、ね、どうでしょうか、いけるかな、お忙しいかな、突然のポチリンピックやからね、突然のポチリンやから、おー、いけたよ、さあ、よろしくお願いします、リーパーさんね、初めのリーパーさんですね、さあ、準備完了、さあ、おパーティーが似てますね。エレナの代わりにね、ザングルが似てますね。さあ、どうでしょうか。先生は取られている。レベルはね、少しね、ちょっとユーチャーパパの方が勝ってる形なんですけどね。さあ、両方とバイバイ、同時に打って、お、バイバイ、めっちゃ削る。めっちゃ削っていく。昇竜拳、お、いいね、いいね。お、持ってたよ。持ってった、いいね。さあ、バイパー打って、お、いいね。あともうベガビ、あ、これはいい感じやね。展開が素晴らしかったね。バイパーがちょっといい感じですね。お、めっちゃ粘る。めっちゃ粘るやん。おい、KO! ありがとうございます。バイパーがちょっとね、MVP でしたね。いやー、どうも、すんません、ありがとうございます。さあ、続いて、タカトリプル S さん。星777さんね。無課金エンジョイ勢です。ということでね。お、無課金ですね。じゃあ、無課金対決やっていきましょうか。無課金対決。さあ、どうでしょうか、いけるかな、あ、いけたよ。さあ、戦闘力ちょっと負けてる感じですけどね、無課金対決、どうでしょうか、やっていきましょう。さあ、準備完了。パーティーがザンゲフとリュウちゃんの違いですね。
さあ先制は先制取られている。さあどうでしょうか。バイパー、バイパーめっちゃ削る。こっちも削っていく。ああいやでも向こうの方が強いな。向こうの方がちょっと一撃が強い。さあでも回復していく。さあ勝利決定。おっとおしょ、あちょっとあれやな、ベガの攻撃も全体的にちょっと弱いね、こっちが。あーやめろ、落ち着け。さあ波動拳、あーかベガに当たった、ベガに当たった、あかん。さあいけるか、回復しよう、回復、やめろ、落ち着け、やめろ、波動拳、あーかん、流進だ、やばい流進だ、いやこれもあかん、やったらこれやられた。だがしか、いやあかん、嘘や、だがしかし、あーじゃあベガリンピックだって、一人ベガリンになったらあかん、強い、あかん、強すぎる。はい、という感じでね、ちょっと2戦をねお届けさせていただいたんですけれども、ちょっと無課金対決もねさせてもらったんですけどね、まあちょっと見事にボコボコされて1勝1敗という形でね、させていただいた動画でございます。対戦いただきまして本当にありがとうございます。またよろしくお願いいたします。随時ね突然にちょっと突りますんでね、ちょっとインされてる方に突然に突るっていう形でございますのでね、ちょっとね、まあ、ご協力いただければね大変嬉しいなと思っております。はい、本日の動画は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 X のフォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ボーイボーイ。